今日雪積もってるかな。積もってるんじゃないかっていうですごい寒い。外を見るのが楽しみ。でももう降ってなくていいけど。北広島は大雪で、日本海側、日本海側になると寒いんですか。慣れてない人が寒いとこに、寒さに急に直面したらね、もう大変だわ。はや。今日は木曜日。おはよう。なんか昨日、バスで移動したときに、換気をするために、私の席のところの窓が開いてたんですけど、そしたらなんかめっちゃ、なんか雪がめっちゃ降り始めて、こうバスがこう動いたらめっちゃ雪が入ってくるんですけど、なんかみんなもそうなのかなと思ったら、なんか私のとこだけにしか雪来てなかった。ちょうどこう雪が入る座席を引いてしまった。しかもね、タイヤの上なんだったんですよ。タイヤの上って結構、バスのタイヤの上って結構揺れるじゃないですか。だから揺れながら、なんか雪に吹かれながら、なんか修行なのかなと思ったよ。修行しているのかなと思いました、私。引きの強さに定評がありますか？いや、悪いやろ。引きの強さありますか？札幌。いつか行われる全国大会じゃなくて 全国祭の、
やばい、やめたい。寝てしまった。なんかね、掛け布団っていうか、なんか、寒すぎる。私の部屋特に絶対寒いんですよ。絶対そういう構造になったら絶対あったかい道具ないかな、なんか。北向きなんかな、これが。北なんかな、こっち。湯たんぽいいよ。なんかチンする湯たんぽみたいなのがあるんですよ、最近。摩擦。一回あんなにあったかい時期あったのに。いや、ほんまにびっくりする。体がついてきてないよ、この寒さに。明日からまた暖かい。なんかそれもなんかそうだ、もう嬉しいけど、またなんか体が壊れそうよ。春ってこんなもんだったっけ？眠り姫。明日の最高気温。いや、それより今日を生き延びよう。この寒さに負けず。負けそう。寒さに。風邪に気をつけよう。いや、なんか私喉が痛いと思った。昨日桃鉄をした時に叫びすぎたわと思って。楽しかった。おはよう。
なんかプレミアムイベントみたいなのが決まりましたよね。メンバーと一緒にゲームしたり何してるっすね。ゲームか2期生あ仕事サインか。なんか私なんかしなんて言ったらいいんじゃ、想像しとったりするのがなんか私物になんかサインするの、なんかシティに入る前はなんか野球選手とかカープの選手にのサインとかをもらったりすることがすごいなんか楽しかったので、私物にサインするっていうことの方がなんかあの当たり前っていうか自分の中で、あサインといえば私物にサインかなってイメージがあったんですよね。眠眠の実。悪夢の実食べて、もう食べまくり。でも何の技が欲しいかな私。何があるっけ、ゴムゴムの実とかありますよね。ホニャララの実って特殊能力が使えるとしたら何が使いたいですか。メラメラメロメロ281日ありがとうございます。メロメロになっちゃう。ロッテパイの実スパイなんや。ひとひとなみキャベキャベなみ、やあ、おい起きろもう私。逆に寒い思いする。なんかフードかぶるってなんであったかくなるんですかね。
体温高そう。いや、いや、そういうめっちゃなんかよく言われるんです。昨日は人のぬくもりを感じました。いや、寒かったからメンバーとに抱きつきに行って、もう抱きついてる時間はもうずっと暖かかった。多分相手もあったかいと思ってた。やぶしたとかマイとかにくっつきに行っとった。マイやぶしたマイは、あの、ディアン、あ、カイロをね、ポッケの中に入っちゃったんだけど、そこに、一つのポッケに二人の手を入れた。手をつないで一つのポッケに入れた。で、なんか一言、あの、独り言で語るくらいならの、あの、あれあるじゃないですか、あったじゃないですか、ツイートで。で、その時に、あの、人のぬくもりって素晴らしいとか、一言書こうと思ったけど、え、ここは何があったみたいな感じになると思って、あの秘密を教えました。キュンキュンしますか？付き合っているってなんさ、びっくりするよみんな。え、何事ここみたいな。からのアメちゃん持ってる宣言。今日は眠気が取れない。最近ずっと眠気が取れないんですよね。そういう時ってある？てか季節の変わり目っていうんですか、今。早く春になってくれ、そう思うしかない。おはようございます。疲れてる？うん、なんか目つぶったらずっと目つぶってしまう。アレルギー、花粉アレルギーはないんですよね。
今まで花粉には苦しめられてない。フル装備で、母さんはいつもフル装備で挑んでる。母さんがあのくしゃみとかなんかし始めたら、あ、花粉が飛び始めたんだなと思ったり。花粉ってでも蓄積なんですよね。アレルギーのコップみたいに、コップの水がいっぱいになったらみたいな感じで、みんななるって聞いた気がする。花粉症のメンバーは私じゃろ。地方花粉症じゃない、地方違うか。あ、ゆみりん花粉症、花粉症なんか鳥みたいになってる花粉症、ゆみりん半分寝てる、やばい。目つむってるね。起こしてください。だってさ、そうだよね。だってコメント、声が出るわけじゃね、なんかちょっと声が出るわけじゃないですもんね。こっち起きたら、おやすみみんな。もう今日は諦めて寝よもう今日は諦める。この寒さに耐えれないから、諦めるな。頑張ろう。やっぱり
なんかでも昨日楽しみにしてたんですよね、リリースの日を楽しみにしてた気持ちで倍疲れが来たんかね。ありがとう。ほっとしたんかも。遠足の次の日みたいな感じ。そうな、でも遠足大イベントだよね。なんかそう考えたら前日も寝れないし、次の日もすごい疲れてるしって。おはようございます。うん、みんな今日は頑張れる？頑張ろう。31分か、早っ。でも私今日いっぱい寝ちゃった。頑張れるってこと。家で肉じゃが作ってるから頑張って行ってきなさい。主婦。いやでも今日の夜ご飯肉じゃがじゃけ、頑張っ一日頑張ってねって言われたら頑張れそうじゃない？もう喜んで行くわ学校で。帰り絶対早歩きじゃ。食べ物が一番あれね。今日の夜ご飯はデミグラスハンバーグじゃけ、いってらっしゃい。カレーいい食べたい。カレーとかシチューとかがいい今はね。それでは時間なのでランキングを見たいと思います。13位村さん、12位なるさん、11位ジャックスナーさん、10位ムーピングさん、9位メガネおばちゃんさん、8位かげぱんさん、7位クルトさん、6位もっくんさん、5位ナッシーさん、4位たくださん、3位オールグリーンさん、2位スエンさん、1位はチャーミーさんです。ありがとう、皆さんありがとうございます。配信を見てくれた皆さんも、壇上には上がってないけどコメントたくさんしてくれて、朝起きてくれて見てくれた方ありがとうございます。 ST48 のカイコカワです。今日はいっぱい寝落ちそうになったけど、これもまた人生。それでは放送終了します。放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ。頑張ってください。今日も一日応援してます。 ST48 のカイコカワでした。